はい、九州男児ヒデです。サムネイルに釣られてポチッとやってきたあなた、いらっしゃいませ。このチャンネルではですね、主に DIY 系の動画を上げていて、で魚釣りとかですね、あとまだやってはないんですけどキャンプとかしたいなと思っているチャンネルでございます。で今回はサムネにもあった通りですね、僕の収益を公開しようかなと思っております。でその前に僕のこのチャンネルの紹介をちょっとだけさせてください。僕はですね、YouTube に2009年にアカウントを作って、2013年から動画を上げ始めています。一番最初はですね、犬を写したりとか、あとその次ら辺に上げたのがバイクのオール交換を上げたり、その後にですね、キャベツスライサーを購入して、それをですね、嫁さんに実際使ってもらったっていう動画を撮ったりして、まあそこそこですね、再生されながら、まあ楽しんでおりました。で、その後に、パソコンでですね、マインクラフトを始めて、まあ今こんなにマインクラフト全然有名じゃなくってですね、で、まだ僕がやっていた頃はマインクラフトの知名度も全然低くてですね、こんなにメジャーになるとは思っていなかったんですけど、まあそういったマインクラフトの動画を上げながら、登録者をですね、ちょっとずつ増やしていきました。YouTube がですね、条件を満たしたじゃないですか。収益化の条件ですね。1000人っていうのと、あと4000時間っていう収益化の最低限の条件を設けた時に、僕のチャンネルは確か600人ぐらいだったかな。でもそれから全然収益できなくなって、って言っても収益もまだ少なかったんですよね、その時も。まあ、1ヶ月に500円とかっていうレベルだったんですけど、で、それももう全くパッタリ止まって、もうゼロですね。ゼロになって、まあそのまましばらく1年ぐらい放置したのかな、チャンネルを。で、その後、まあやっぱり YouTube を見てていいな、楽しそうだなと思って、やはり自分の趣味とかですね、そういうのを共有したいっていう気持ちが強くてですね、まあ魚釣りに行ったり、まあ DIY をしたり、ペットを取ったりですね、あとまあ、筋トレの動画を撮ってみたりとか、まあいろいろやってみました。で、それで、まあ視聴者の皆さんのおかげで1000人超えることができて、まあ今やっとですね、1400人台というところに来ております。2013年から動画を上げ始めて、まあ約7年ですね。まあ手は2になってるけど、まあ7年かかって、まあやっと今ここまで来たという状況です。で、そういった僕のですね、この気になる収益なんですけど、発表したいと思います。で、この収益の公表はですね、確定していないものを公表したらダメっていうのがあるみたいで、もう確定して支払い済みのものを公表したいと思います。2019年の11月の僕の収益をまず発表したいと思います。2019年11月の金額は5,696円。あー。この金額を今聞いてですね、高いと思ったか安いと思ったかなんですよ。最近ですね、収入公開をしている方が結構多いんですけど、同じような登録者の収益の金額を聞いて、まあ僕は正直開いた口が塞がりません。え、そんなにもらってるのって。まあそれがもう正直なところですね。で、続きまして12月の収益を発表したいと思います。それは4943円でございます。わーい。はい、11月に比べて減っております。まあこれはただ単にですね、動画の投稿本数が少ないっていうのが影響していまして、まあただでさえ少ない収益がまたどんどん下がっていたという感じですね。まあやはり何かの拍子にですね、再生数が増えることがあって、そういった月はやはりちょっとこの金額も高くなる傾向にあります。あとそれとですね、まあ言っちゃいけないんですけど、動画一本一本の単価って実は違うんですよね。単価の高い動画が再生されると結構バンといきます。まあ、ただですね、単価のその高い条件が何なのかというのはちょっとですね。ここ最近になって、まあ僕が動画を公開するじゃないですか。動画を公開した時に、例えば1時間経って、2時間経って、半日経って、1日経って、再生が伸びるのと伸びないのがあるんですよ。で、その傾向もですね、最近ちょっとだけつかめたような気がします。で、その内容は、です。
はい、何が言いたいこと言いますとですね、まあ、その長く続けてるからこそ見えてくるものがあるというか、やっぱりですね、何事も続けないことには結果がついてこないと思いますので、まあ、僕は引き続きですね、今こんな感じでどんどん続けていこうと思います。で、あと、よく YouTube について、まあ、初心者の方特に YouTube をどのように進めていったらいいか、運営していったらいいかっていうのを調べてると思うんですけど、動画の内容を一貫性を持った方がいいというのはよく言われていることで、まあ、それは確かに僕もそう思います。まあ、実際ですね、僕は2013年からずっとこれまでやってきて、まあ、途中空いた期間もあったんですけど、やってきて、まあ、これだけ伸びてない、まあ、実際も伸びてないんですよ。再生もそんなにされてなくって、で、登録者も、まあ、ずっとも伸び悩んでる状態で、ただですね、1000人を超える前後ですね、ちょっと、まあ、すごいって言っても、まあ、他の皆さんからすると大したことないんですけど、僕の中ではすごい伸びた時期があって、まあ、そういうのもね、まあ、多分僕のチャンネルから言わせれば奇跡に近い伸び方だったんですけど、一貫性を持ってやると何がいいかっていうと、やっぱり、紹介されやすいというか、 YouTube に、まあ、この人の動画は例えばメイクだったり、まあ、DIY だったりっていうのだなっていう、その明確なものが見えてないと、その DIY を好きなお客さんにそれを紹介してもらえないっていう感じなんですよ、おそらく。で、その僕のチャンネルのいけないところは、もういろんなのに手をつけてしまったから、 YouTube がお前何してんのって感じになってると思うんですよね。その結果が、まあ、その2013年から約7年続けてもまだ1400人程度という結果に陥ってしまうんですよ。まあ、だから、まあ、そのなんていうかな、その YouTube で成功してる方は、まあ、いっぱいいらっしゃるんですけど、まあ、その反面教師ですね、反面教師として、まあ、ちょっとこう見ていただけたらいいなと思います。で、実際ね、僕も、ま、いけなかったなと思って、まあ、でも、そのチャンネルをリセットするわけにもいかないじゃないですか。で、まあ、どうにかこのチャンネルをですね、伸ばしていきたいなと思って、今、まあ、試行錯誤している段階でございます。まあ、今、こんな感じでですね、まあ、収益の公開の方を、まあ、途中経過として、まあ、何回か、まあ、やっていけたらいいなと思います。で、途中でもう僕がですね、ある程度、もしですね、もし、登録者がすっごい伸びて途中で収益公開やめたら、まあ儲けてるなと思ってもらってもいいと思います。ということで、この動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。